人はそれぞれ自分はこういう人間だという自己イメージを持っています。そしてその自己イメージ通りの言動を取るようになります。他人に対しても私はこういう人間なのでそのように扱ってくださいと無意識の要求をするようになります。私たちは想定外のことが起きると怒りが湧き上がってくるようにできています。私はこういう人間なのでこのように扱われるのが普通だという想定と違うことが起きるとイラッとしたりムカッとしたりします。例えば自分は何をやってもダメな人間だという自己イメージを持っている人は自分はダメだという思い込みを強めるような言動を取るようになります。自分は何をやってもダメだからと新しいことに挑戦しようとしなかったり、やりたいと思ったことを行動に移そうとしなかったりして、ダメだと感じている現状の自分を維持しようとします。好きな人に嫌われるような態度を取り、本当に嫌われるとやっぱり自分はダメだから愛されることはないんだと安心したりします。自分の実力を試すことができる仕事を任されそうになると、あえてそのチャンスをつかみ取ろうとしなかったり、中途半端な仕事をしたりして自分の評価を下げてしまいます。そしてやっぱり自分はダメだから仕事がうまくいかないんだとほっとしたりします。自分はダメだと思っていると、みんなも私のことをダメだと思っているに違いないと考えるようになります。他人は私をダメな人間として扱うだろうと想定します。そのような人を褒めるとキレられることがあります。こっちは単純にすごいと思ったからすごいですねと褒めただけなのに、お前俺をバカにしてんのかと言われてびっくりすることがあります。自分をダメだと思っている人は他人からダメな人間として扱われることを想定しています。ダメな自分がダメな人間として扱われることで心が安定します。だからそのような人が褒められると、想定外のことが起きた、これは異常事態だと怒りが湧き上がってきます。怒りというのは想定外のことが起きたから大変なことにならないようにすぐ対処しなければいけないと行動を促す感情です。自分はダメだという思いが強い人ほど褒められることに対しての想定外の度合いが大きくなります。だから自己評価が低ければ低いほど褒められると、なんでそんな嘘をつくんだよ、俺を騙そうとしているのか、俺をバカにしているのかと強い怒りを感じるようになります。他人からの褒め言葉を素直に受け取れば嬉しい気持ちになります。すごいですね、頑張りましたねという言葉を素直に受け入れれば受け入れるほど自分の中に自信が蓄積されていきます。しかしそれが分かっていても褒め言葉を素直に受け取ることができない時があります。いや、たまたまうまくいっただけだよ、いや、今回はラッキーだっただけだよと褒め言葉を受け取ることを拒否してしまうことがあります。他人から褒められたのに素直に喜ぶことができない時は自己評価が下がっているサインになります。自分をダメだと思っていたら生きることが苦しくなります。自分に自信を持てない時に他人からの褒め言葉を自分への悪口だと解釈していたら、ますます自信を失うことになってしまいます。なので自己評価が下がっている時こそ他人からの褒め言葉を受け入れる必要があります。無意識に自分はそんな褒められる存在ではないと思っている自分に気づいたら、いや、褒められるってことは自分はすごいことをしたんだと意識的に解釈の仕方を変えてみましょう。あまりにも現実離れをした褒め方をしてくる人や、自分のことをほとんど知らないのに大げさに褒めてくる人がいたら、この人なんか怪しいなと疑った方がいいと思います。しかし相手の褒め言葉を受け取っても自分には何も害がないという状況なら素直に喜んでしまいましょう。ポジティブな言葉をどんどん取り込んで心に栄養を与えてあげてほしいと思います。